はい、どうもランラン先生です。今日も元気なお友達。はーい、はい、じゃあそれでは今日はですね、ランラン先生はね、サッカーのコーチでもあり、なんと体操の体育の先生でもありますんで、今日はなんとこのボールでリフティングをしながら縄跳びで前跳びをやりたいと思います。イエーイ。はい、じゃあそれではこのリフティングを5回前跳び5回やっていきたいと思いますので、5回跳べるまで帰れまってんをやりたいと思いますので、今から頑張って練習していきたいと思いますので、じゃあ成功できるように頑張るぞ。おー、惜しいですね。いやー、惜しかった。いや、やっぱ難しいですね。いやでもこのまま諦めるわけにはいかないので、このまま頑張っていきたいと思いますので、後半戦レッツゴー。うまーい。悔しい。
たー、来た、来ました。なんと5回リフティングで縄跳び跳べることができました。イエーイ。いやー、本当に今回のチャレンジは本当に難しいチャレンジでしたけどもね、なんとかクリアすることができました。よかったです、本当に。はい、っていうことで、こういう感じでちょっと難しいチャレンジでも諦めないで最後まで頑張るっていうことは大事なので、みんなも諦めずに頑張っていきましょう。いいですか。はーい、はい、そういうことで、こういう感じでランランチャンネルでは様々な企画に挑戦してまた頑張っていきたいと思いますので、この動画がもしいいと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、ランラン。